でもいいや。全然買うってたの？どうだろう。それともやっぱりちょっと不作だから。あそこで買ったからね。あの要は米の問屋みたいなところだろ。そうそうそう。あれ全然余裕で売ってたけど。ああいうところは多分売ってると思うんだよね。うん。高いから。うん。あそこでは余裕で売ってたよ。スーパーも米だけがないってことでしょ、安いから。でしょうね。この異常気象で不作だからみたいなこと言ってるけど、そんなことないよ。米なんてありやがって。それに踊らされてね、お前ら間違えて変な海外の変な米買わされそうになってただけで。それあれだよ、ガソリンスタンドと同じだよ ね、うん、そういうことでしょ。変なこと言ってんだ、ひどいね。でもそういうことじゃないの。ニュースでそういうふうに言ってんでしょ。あ、知らない。あ、いい、それすごいやめた。1ヶ月後には戻りますよってやつでしょ。戻るのか知らないけど、ただどこもスーパーほとんど米ないじゃん。あれじゃないの、トラフじゃねえの。まず米からなくなる、長持ちするっつって、で すげえ大量に買った結果あり余っちゃうんでしょ。米あさあ、だから炊ける環境があればいいけどないでしょって思うんだけど。難しいと思うよ。いやお前らそれさ、避難避難袋に入れるべき米は佐藤の切り餅じゃねえや。佐藤の米みたいな、ああいう米で入れんの。なんか飯盒炊飯とかさ、うん、そういうできるの道具なければ意味ないよ。厳しいと思うけど、まあ、コンロだよね。コンロはだから取っといた方がいいよ、使わなくても。あれマジで使うから。まあガスだけどな。ガスはちょっともう変えないとダメだと思うよ。うん、さすがに。キャンプ道具とかね、キャンプ道具と山道具はやっぱ一番強いよ災害に、うん、テントってみんなテントまで揃ってんだもん、うん、でテント泊する人たちだからさ、寝袋とかもいいの揃えてるしさ、環境整えてる人多いじゃん。まあね、まあその分ね、
11位でやばいけど。行かないともらえないのかと思ってたりしさ、あそこもらえるって書いてあったから、はい、市役所でしか手に入らないってなると難易度高くなるんだよね、これなんかあれも突っ込んできそうな勢いだったよな、一時停止無視してんだもん絶対突っ込んできてたよね、見なかったら、あれもうだっけ、うん、ここの信号を曲がったところ信号曲がった後のところでピコンってやってるのがありがたい、でピコン、はー、怖い怖い怖い、セーフティー、羽田長会計事務所、結局あそこのさん垂れ幕なくしたら何か意味あった、何かあんのかな、知らない、何だった、やっぱりダサくだったってことにやっと気づいたのかな、分からん、したんだろうね、ボロボロにされた、分かんない、ちょっと不思議なんで後で調べてみようってください、うん、なんかなくなった、なんかツイートして、ツイッターみたいなの出てきそう、あ、ここでも家になれるんですよ、まあ、そうねピョコンって感じで、ちょっこり富士山、エネオス富士さん、エネ富士です、エネ富士、エネ富士くん、エネ富士、エネゴリくんみたいな、山中湖、多分エネオスで見るのかぐらいだ、どうしたの、いや上なんかお店なのか、あそうなんだ、あそこでなんかやってんじゃん、青になった、青になってないまだだったね、あ来た、じゃあお願いします、うん、一回止めて、あまりか、ここのエネオスもいいね、おじいちゃんばあちゃんが店員さんなのちょっと見て、ほんとだ、あそこの絵ですよ、もうよそ見すんのお前、うん、大丈夫でしょ、道来るよ、ここのね、ちょっと
社ってここのこと言ってたんだ。こんなところにあったんだ。あ、あったね。諏訪神社っていうのは聞いたことある。じゃあ相当大きい神社なんだね。お祭りやれるぐらいだから。あ、ここ夕方来れるのはちょっと嬉しい。あ、いや、久々に明るい時間に通ったね、ここ。右曲がる。ブイッていかない。